はい、こんにちは、こんばんは、どうもカメです。今回なんですけども、なんとね、チャンネル登録者が2000人超えたということで、まぁ、ちょっと今回の動画は、まぁ、雑談だけになってしまうと思うんですけども、ちょっといろいろお話ししていきたいなと思います。まぁ、その、チャンネル登録者が、なんと2000人、超えたということで、皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。予想以上のペースなんですよ。僕、正直言って、予想以上のペースで、でね、チャンネル登録者1000の時も、まあお話ししたと思うんですけど、まあこれからね、ちょっとライフアクターも、配信ですね、YouTube 活動の方でできるだけ盛り上げれたらいいかなと思ってますので、これからもね、皆さん、応援よろしくお願いします。まあね、結構ミスカ大学とか、あとホープバレーとかね、拠点戦役とかやってる時に、まあそのカメさんね、いつも動画見てますとか、チャンネル登録してますとか、やっぱりそういう声をいただけるのが、もう本当に僕、動画投稿のモチベーションとなってますので、もう皆さんね、そう、やっぱり、声とかかけていただければ、まあ、ちょっとね、外でやってる時もあるんで、ちょっと余裕がない時もあるんですけども、やっぱりお答えですね、ありがとうございますと、声をかけさせてもらいたいなと思います。そうですね、やっぱりね、そう思っていた以上にね、皆さん応援してくれるんですよ。結局はね、いろいろありました。いろいろあったんですけども、結局は皆さん応援してくれる。だからもうね、このペースでチャンネル登録者2000人ということでね、達成しましたので、まあありがとうございますと。もう感謝しかないですと。まあね、そう、これからね、そう、まあ、通過点に過ぎないんですよ、一応。2000人っていうのはね。まあ、次の目標は、チャンネル登録者1万人と。1万人ということで、ちょっとね、そう、1万人まで、まあ頑張って、まあ1万人も通過点に過ぎないんですけども、1万人達成した後は2万人、2万人行った後は3万人というふうにですね、まあ目標をね、僕自身で、掲げてますので、皆さんぜひともこれからもよろしくお願いします。はい、それではですね、まずはチャンネル登録者2000人と、で、次なんですけども、ちょっとこれからのライフファクターちょっとどうなるかについてですね、ちょっとカメさん目線なんですけども、個人的意見が含まれるんですけども、ちょっとお話ししていこうかなと思います。まあ、11月7日のアップデートが終わったっていうことで、まあ、新武器とかね、新マップとか、あと、新クエストとかね、いろいろ追加されたわけでございますけども、やっぱりレイブン書がね、そう追加されたんで、いろいろ変わりました、ライフファクターもね。そうそう。今までで一番大きいアップデートということで、まあ、いろいろ変わりました。なのでね、これからちょっとどうなるかっていうのをお話ししていこうかなと思います。はい。まずですね、やっぱり皆さんが、一番期待してた、賞金クエストの自動化なんですけども、これは残念ながら追加されませんでした。で、多分これからもね、賞金クエストの自動化は、ないと思います。はい。白木の講師からはないと思います。で、まあね、そう、運営さん結構、考えたなって思うのが、ね、まあ、結局はね、そう、時間っていうか、あんまり多分取られないようにはしてるんですよ、運営さんも。で、なんでかっていうと、この毎日行動と毎週行動ですね。これで運営さん制限をですね、そう、制限をかけたわけですよ。まあ、残り報酬獲得、回数ね、5回ということで、この中の5個しか行けなくなったと。で、勤務ポイントも100ですね。そう。100までしか、この中でしか、取れなくなったと。ね。上限をかけたわけでございます。でね、やっぱりね、プレイヤーの皆さんね、そう、なんかね、賞金クエストとか、このミスカー大学とかね、やらなくてもいいのに、皆さん結局はやってしまうんですよ。結局は皆さんやってしまう。時間が取られるとか、やっぱりめんどくさいとか、言いつつもやってしまうと。で、そこで運営さんね、もう、制限をかけたらね、そう、制限をかけたらいいんじゃないかということで、まあこういう毎日行動っていうね、ことで、まあ制限をかけたと。でね、そう、新しいですね、そう、新しい、クエストも、抜け道とか、あと荒野とか工場とか、こういう新しい、まあクエストをクリアして、追加しつつ、制限をかけて、まあ皆さんのね、やることを増やさないようにすると。ね。できることは増えました。とりあえず。できることは増えたんですけども、やることは増えてません。はい。やることは、まあね、その、レイブン氏とかね、別にね、毎回言ってますけど、別にやらなくても大丈夫ですか、皆さん。本当に別に。ね。まあ、その、勤務ポイントとかの、関係もあるかもしれませんが、まあ、
基本的にこの下の箱ですね。そう、箱を5つ取ったら、もう別に僕はやめていいのかなと。うん。やめていいのかなとは思います。まあ、エリアコードもね、そう、これすべてですね、5個、5つすべてやってたら、まあまあ、箱はね、まあ結構回収できると思うんで、これはまあ結構運営さんね、考えたなと。ね。で、まあ別にね、そんなにね、これに関しては、あんまりちょっとあんまりない悪い声が。あんまり悪い声がツイッターとか見ててもない。うん。やることが増えてしまったとか。うん。そういうことがないんで、別にこれは運営さんいいかなと。考えたなという感じでございますね。そう。まあ、高知工場とか、まあ、クリアできない方とか、まあ、これを行かなくても、まあ、他のですね、ホープワールとか、ミスカ大学とか、あと、拠点戦役とかやれると。うん。で、装備が整っている人は、まあ、抜き道とか、荒野とか、工場とかね、まあ、沼地にもね、新しい最終レベル70から追加されるんですけども、これとか、やっていくとね、まあ、時間も、結局は、やる時間も増えてない。という感じでございます。まあまあまあ、そう、別にね、やりたい人はやればっていう感じなんでしょうね、これは、本当に。なんでね、まあちょっとこれは、全然ね、悪くないと。僕は別に文句はないという感じでございます。で、新武器なんですけど、これはちょっと僕から不満あります。不満あります。なんですけど、ちょっと運営さんね、ちょっとせこいかなっていう部分があって、この究極合成で終わってるんですよ。ね、究極合成で終わってて、で、毎回毎回ね、そう、制作レベルごとに、その新しいガチャが追加されてたんですけども、これね、これちょっとせこいと思うんがね、これあるんですけど、これね、下、気づかないでしょ、これ。そう。まあ、最終レベル、あ、違う。制作レベルが、70以上になると獲得できますということで、あのね、皆さんね、多分気づいてない方結構多いんですよ、ここら辺に。ここですね、そう。この制作レベル70以上の、ガチャに気づいてなくて、もうここの、60以上で分回してしまうと。で、制作レベルが70になった時に、この下に気づいて、またガチャを回してしまうと。いうことでね、ちょっとね、運営さんちょっと究極合成の下にちょっと追加してほしかった。うん。制作レベル70以上。ちょっとこれは追加してほしかったな。これはね、結構気づかずに、もうじゃんじゃん回してしまって、そう、60、ガチャを回してしまって、で、あとあと70ガチャに気づいてしまって、またお金をつぎ込んでしまうということにちょっとなるんで、そうなんですよ。まあ、結構、究極合成の下があると分かれば、製法書ですね。そう、製法書を、制作レベル70まで貯めて、もう、そう、このショットガンとかは無視して、で、こっちを回そうという考え方もちょっと、そう、増えると思うんで、ちょっとこれは運営さんね、表示の仕方っていうか、まあ、ちょっとこれはせこくないかと。これは一緒にしてしまう、ちょっとせこいかなと思いますんで、ちょっとこれはね、僕からどうかなっていうところでございます。ちょっと分けてほしかった。はい。ということでね、まあ、ちょっといろいろあったんですけど、いろいろ追加されたんですけども、結局最終的に思うことは、やっぱり皆さんこのゲームをね、楽しんでるのかなと。楽しんでるのかなと。そうですね。まあ、3、4ヶ月ぐらい前からね、まあ、ずっと、引退者がもう止まらない。引退者が止まらない。ね、もうちょっとやめていく人が多すぎるというふうなね、まあ、ちょっと動画を僕も出したんですけども、何回か出したんですけども、結局は皆さん続けてるんですよ。ね、もう何ヶ月前からずっと運営さんをね、ちょっとボロクソに叩いたりしてね、僕もしました。僕もしてたんですけども、結局皆さんこのゲームやります。もうそれほどね、それほどね、そう、言いながらも、言いつつも、時間とお金をこのゲームにかけると、僕もね、そう、結局皆さん、このゲームを愛してるんだなと、好きなんだなと、このゲームを、思います。ね、ちょっとね、やっぱり皆さんも、これから頑張りましょう、ライフアクター。頑張るというか、楽しみましょう、もっと。ね、そう、運営さんをボロクソに言うんじゃなくて、情報の共有とかね、プレイヤーとのね、もし、試合やったり、情報共有とか、こうした方がいいやとか、ね。まあ、新しいマップとか、まあ、抜き道とか、まあ、そういう攻略動画とか出して、こうしたらもっと楽にクリアできるよとか、こうしたらもっと時間短縮できるよとか、まあ、その副武器とかね、まあ、運営さんもどうかなと思いますよ。修正内容をしっかりね、プレイヤーにすべて伝えられてない。うん。伝えられてないんですけど、そうなんですよ。伝えられてないんですけど、やっぱり皆さんそうやって試行錯誤して、こうした方がいいよとか、ああした方がいいよとか、いうね、やっぱりその皆さんの情報共有、助け合いとかしてね、そう、マップのクエストの攻略の仕方とかっていうのをね、やっぱり皆さん、
共有し合って、このゲームをね、楽しんでるのかなと思います。そうですね。まあ僕もこうやってね、YouTube にね、攻略動画とか投稿してね、まあ皆さん、そう、皆さんと、まあこのゲームをさらに楽しめるように、する活動をね、どんどんしていくので、応援よろしくお願いします。はい。ということでですね、まあ結構動画をね、最後まで見ていただいた方限定なんですけど、限定の情報なんですけど、来ましたよ。来ましたよ、また。ね、ちょっといつかは言えませんが、結構お見せできないね、そう、あの、文章とかあるんですけども、来ました、皆さん。ね、もう来ました、大会が。あの大会が来ました、再び。第2回ってことはね、まあ皆さん結構あの、察しのいい方は、ある、わかると思うんですけど、あります。あります。ちょっとこれもね、皆さん、ぜひぜひ楽しみにしておいてください。はい。それではね、今回これでちょっと終わりたいと思うんですけども、もう結局は皆さんね、ライフアクターを楽しんでると。それでいいと僕は。それでね、それで僕は満足ですから。皆さんが、もう運営こうしろあしろとか言いつつも結局は楽しんでると。やっぱりそれがね、もう僕からすればやっぱり一番嬉しいことなんで、もう皆さんこれからも、楽しみましょう。あのね、リアルを壊さない程度にですね。そう。あの、リアルをちょっとめちゃくちゃにしない程度に皆さん頑張ってください。それでは今回、これで終わりたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。